ものは本当に体がなくなると一緒に消えるんだろうかって、そういうことをふと思うきっかけが神様から与えられてもらえたらと本当に願います。というのは、やっぱり死でもって全てが終わるんではなくて、この世っていうものは本当に儚いもので、何も長続きするもの、永遠なものは何一つこの世にはありませんし、でどれだけいろんなものが発達しようと、例えば地震や災害を食い止めることは絶対できませんし、一体そういう力がどっから来てるのか、そういうものに心を開いてもらえたらと思います。そして自分が一体この先どこに行くのか、本当に例えば一人でいるとき、本当に自分は一人きりなのか、誰も見ていないのか、本当にもし何か悪いことをしてても誰も見てなければそれでおしまいなのか、で必ず周りを見れば不思議なことはたくさんありますし、一体それが本当にどうやって起こっているのか、一体自分の力で起こしているものって本当にどれだけあるのか、それを本当に考えてもらえれば、イスラムのメッセージっていうのは自然とわかると思います。シェイク・ハメド。What is this life all about? この人生とは一体何なのかっていう質問ですけど、本当に考えてみれば、自分は親も選んでませんし、親も選んでない、国も選んでない、生まれる場所もまた生まれる時も自分で本当に選んで生まれてきたわけではありませんし、自分の顔体も自分で作ったわけではないし、自分のものというものはこの世には本当に一つもないんですね。そしたら人生というものは一体何なのか、何のために生まれてきたのか、イスラムに出会ってその答えっていうのは、イスラムでの教えっていうのは、まず神様がいて、創造主、絶対主ですね、一人きりの神様、この世とあの世とその中にある全てを作った神様、それアラビア語で神様アラーっていうんですが、アラーっていうのはただのこうアラブが崇拝している神様の名前ではなくて、全てを作った本当に人間も動物も植物も、そして私たちの環境やら状況やら、いろんな全て起こっていること、それも全てを作られたのが創造主、絶対主アッラーです。ですから私たちはアッラーに作られたものなんです。そしてこの世っていうのは橋を渡るようなもので、あの世への橋を渡っていくようなもので、
あの世が本当の住処なんですね。だからこの世っていうのはテスト期間であって、全てはもうアッラーの意思で決められていて、運命というものは決まっているので、どうやってこの世を本当にうまく生きていけばいいか、自分の運命っていうのももう最初から決まっているわけですから、本当の人生の成功っていうのは自分の運命、アッラーの決められた運命に従うこと、任せること、これが一番の成功で、そして一番楽な生き方です。どうして楽かっていうと、全てを任せた瞬間、心には安心と平和ですね。だからイスラムっていうのは平和の宗教っていうふうに、イスラムはそのピースですね、平和を表す、イスラム教の自体平和だっていうふうに、モスリムも言いますけれども、平和っていうのは、その本当の平和っていうのは心の中の平和であって、何が起こっても乱されない、どうすればいいかっていうと、何が起こってもその起こっていることっていうのも全てそれはアッラーのお考えで計画によって起こっていることですから、それを覚えていることによって、思い出すことによって、心にはいつも平和を保つことができる、平安を保つことができる。そしてこの世を終わって、生まれてきたのと同じように、自分はいつ死ぬか、どこで死ぬか分かりませんけれども、必ず遅かれ早かれみんなが死んでいくわけですから、その死んだ瞬間、私たちはアッラーの前に立たされるわけですから、自分を作られて、そして自分の運命も全部知っておられるアッラーに、今までのそのこの世での行いっていうのを審判にかけられるわけですから、この世で本当に成功を収めるものっていうのは、そのアッラーの意に従うこと、アッラーの決められた運命に逆らわずに、ずっとアッラーを思い続けて、その審判の日、アッラーの前に立たされることを思いながら、困難であろうと、この心に平和を保って乗り越えていったものの価値です。それが私が求めていた人生の成功への道です。シェイク・アハメド。What is the main belief of Islam? What is the main pillar of belief in Islam? Pillar.Like unseen in book. Yeah. Oh, okay. The believer is the one. Mm-hmm. イスラムのその信仰の柱っていうものは何かって質問ですけれども、まず第一にアッラーを信じること。アッラーっていうのはさっき言いましたけれども、アラブの宗教の神様ではなく、日本人もアラブ人も。全てを作られた神様、創造主のアッラーを信じることが一つ。そして二つ目は、The second one. Book. Messenger. そしてアッラーの送られた使者を信じ、使者と、そしてその死者に掲示されたものを集めた本、
死者の中にはモーセがあり、イエス・キリストもあり、アラーはその人間を作られてそのまま掘りっぱなしにはされなかったんですね。どういうふうに生きればアラーの思われる生き方ができるか、成功を収めることができるか、それを示すためにいろんなたくさんの死者を送られて、その中の一人がユダヤ教のモーゼであって、そしてキリストもそうであって、でもその死者がメッセージを広めるうちに少しずつ内容が変わってきたり解釈が変わってきたもんですから、アラーは次々と死者を送ってくださって、その最後に送られたのがモハメド、サラダさん。そして彼に啓示を下されて、それを集めたものがコーランです。でその2番目にはこの、その死者と本を信じなければいけません。そして3つ目は、Which one comes the third? This one? です。三つ目の柱は運命を信じることです。良い運命も悪い運命もすべて、その人間で見る良い悪いというのはアラーの目から見れば全く違うものであることもあるし、それはその運命をすべて信じることが三つ目。四つ目は天使、アラーが送られた天使たちを信じること。そして五つ目の柱は最後の審判の日を信じること。 Life after death? That's the six. Okay. そして死後の世界、死後の世界を信じること。 And after death, where we go? そして死後の世界で私たちが行き着く場所。According to what? その行き着く場所っていうのは私たちのこの世での行いに全て関わってきます。 Meaning Jannah and Jahannam. その行き先っていうのは天国か地獄か、そのどちらかです。And where we go from here as mankind? Is a question and the answer. そして、ではそれからどうすればいいのか。Why we have to try to talk about Islam? Why? What's the benefit? どうしてイスラムについて話す必要があるか、一体何の役に立つのか。What's the significance? Why is it important?どうしてこの話が重要なのかっていうのは、
っていう、あの死ぬことっていうのは絶対に免れないことですし、本当に死後の世界っていうのを信じるなら、もう体は腐ってなくなっても魂は生き続けてるっていうのを信じるなら、一体自分の魂がこの先どこに行くのかっていうのを知ることはすごく大事です。そして今からでも、どの時点からでも本当に遅くはない、考えるのに遅くはないですし、そして自分の死が訪れるのはいつか全くわからないことですから、くまつです。Okay. Where are you from? 岐阜出身です。And how old are you? 26歳です。Okay. How much do you weigh? How much? どれぐらい太ったかっていう質問ですけど、かなり太りました。Okay. Give me a little bit about where you're from, your upbringing, and a little bit until now.Step by step, from childhood. 質問が自分の小さい頃から今、その間、どうやって言っていいのか、自分がどういう子供でどういう大人になったかっていうか、自分が今こうしてるのは、I don't understand question is difficult to change the Japanese. Okay. You were young. Okay. A little bit about who you are when you were young, how you came in your life. Okay. What you like about your life, what you do not like, what you was wanted to do. Mm-hmm. 親が絵描きで、父親がデザイナーだったので、小さい頃から画家になるのが夢だったんです。別に特に絵がめちゃめちゃ好きで、そういう風になりたいと思ったわけじゃなくて、ただ別に何もなる特別な目的もなかったので、昔から口癖のように画家になりたいなって言ってました。幼稚園の時に幼稚園の先生に、将来一体何になりたいのっていう質問がよくあって、でみんなが、お嫁さんになりたいとか、お花屋さんになりたいとか、私は一応お花屋さんになりたいって言ってました。それから、画家になろうかなっていう考えに変わって、で人生の起点っていうんですかね、その中学から高校になるときに、大体みんなが人生を決めなくちゃいけない、何になりたいか決めなくちゃいけない、高校をどこに選ばなきゃいけないか決めなくちゃいけないそう、その時にちょっと考え始めた、ね、ちょうどその年代が12、13、14、15の時ですね。自分は一体何になりたいのか今ちゃんと決めないと、将来あとで後悔すると困るからっていう親のアドバイスにちょっと考えてみて、でしばらく答えは出なかったんですけども、なんとなく親と一緒にはなりたくない、親のようにはなりたくないと思ってました。そして高校受験合格して、なんとか希望の高校に入れて、でなんとなく高校生活を過ごして、で大学に、将来画家になりたいという夢があるので、それに沿った大学を選んで一生懸命頑張りましたけど、大学に二浪して入りました。親には結構いろんな面で